ポケロリは、竹井東家による日本のライトノベル。角川スニーカー文庫館、イラストは、池上茜。マロンのシナリオライターである、竹井東家が書き下ろした、ライトノベルである。巻のサブタイトルは、少女漫画雑誌の名称から取っていて1巻が、リボンの賞、2巻が、仲良しの賞となっている。なお、イカ族館の予定であったが、3巻は2014年1月時点でも、 発売される様子が見られない。なお、同作者の東京皇帝北条連歌とは共通点が多く見られるほか、幾人かの登場人物がこの作品の登場人物と同一人物なのではないかと思わせる描写もある。惑星レモネード。ここは人間と、そしてポケロリと呼ばれる生命体が共存して暮らしている世界。ポケロリ使いの山風推しはこの世に二人視界がかった。 天意を与えられるほどの才能の持ち主。しかし、同志連盟での儀式の最中謎のポケロリの襲撃を受け、義理の親でもある恩師を失い、初めてのパートナーだった天使、ポケロリのセシルとも離れ離れになってしまう。それから6年、セシルを探して、世界を旅していた忍がある村で騒動に巻き込まれ、惑星レモネードに生息する謎の生物、期にジェンマと呼ばれる、 小さな宝石がついている他は、ほとんど人間と区別がつかない。卵から生まれ、一様に少女の姿をしている。擬態として、パペットに変化し、ポケットに収まることもできる。外見年齢は5歳から15歳。順に、年少組、年長組、1年生から6年生、新入生、在校生、卒業生の11段階に分類される。また、 様々な種族に分かれており、種族ごとに特別な技を持っている。ジェンマの種類によっても特殊能力が分かれる。メイドやウェイトレスなどいろいろな能力で人間の生活を助けてくれるポケロリだが、特定の人間をマスターとすることもある。ポケロリ使いと契約することで、ポケロリの能力はさらに高まる。また、子供騎士団、桃山少女歌劇団などの集団を作っていることも、 あり、多数集まることにより、世界に影響力を持つほどになっていることもある。リボンの小仲良しの賞。ありがとうございます。